電子レンジで焼きリンゴを作ろうと思うんですけど、キャンプに行った時とかに作るやつですね。で、その焼きリンゴをクラッカーの上に乗せたら、もうほぼアップルパイなんじゃないかっていう、そういう動画です。検索すると、だいたいリンゴ1個って出てくるんですけど、1人分なんで、全部半分にして、材料が、リンゴ2分の1。で、砂糖が大さじ 0.5。で、シナモン。シナモン少し。バター 5g。作り方が、リンゴを半分に切って、スプーンで芯のところをえぐって、砂糖、シナモン、バターを穴に詰めて、容器に乗せて温め4分。で、完成ですね。うん。特に不満なところはないですね。追加でクラッカーを3、4枚、アップルパイっぽくしたいんで。アイスクリームも少しあるんで、アイスクリームも少し。以上ですね。うん。リンゴ半分に切るのも包丁なくて、バターナイフみたいなんで無理やり切れるんで、あとはスプーンもある。うん。できますね。これも結構美味しければ、手間的にめちゃめちゃ楽なんで、手間っぱがすごい良さそうです。エンタ。
それではいただきます。うん、まあもうリンゴはやわやわなってますね。いい感じで、うん、結構ちゃんとアップルパイの中身っぽくなってます。よいしょ、こんな感じでいただきます。うんま、めっちゃ高級な店のアップルパイ食ってるみたいです。うま、クラッカーの塩味がこのリンゴとちょうどうまいことええ感じになってめっちゃええ感じです。ちょうどええ感じで皮もポロッと取れますしね。ちょっとアイスもつけて食べてみます。うまー、めっちゃちゃんとした店で、なんか欧州系のなんちゃら料理を食ったら最後の方に出てきて会計2万とかそういう感じの、行ったことないですけど雰囲気はそんな感じがしますね。